放浪記は、1961年10月20日に芸術座で初演された舞台劇。原作は、林文子、放浪記。初演時の脚本、演出は、菊田和夫。音楽は、古関雄二。主演は、森三子。初演の森三子に対して、文化庁より、第16回の芸術祭芸術祭賞が授与された。菊田の死後。 1981年から1996年までは、三木範平が、菊田の脚本を殉職し、演出も手掛けていた。主演の森光子は、初演から死去まで変更されなかった。1990年には、公演回数1000回を、2009年5月9日には、放浪期、上演2000回を達成した。 2012年11月10日に森が死去したため森主演の本作は2009年5月29日の2017回目の公演が最後となった森演じる林文子が喜びのあまりでんぐり返しをするシーンは有名であり森光子といえばでんぐり返し放浪記といえばでんぐり返しと言われ劇中最大の見どころとされていた 森はかつて、でんぐり返しができなくなったら私は女優を辞めると発言していたが、年齢的な問題などから2008年からの公演ではそのシーンは辞め、代わりに万歳参照をすることになった。2015年に仲間幸恵の主演で舞台、放浪記が復活。仲間は初演の主演女優である森とは2005年の NHK ドラマ、春と、 夏届かなかった手紙で共演して、以来進行があり、2014年5月には、フジテレビドラマ、森光子を生きた女で、森光子役を務め、放浪記の上演までの過程を演じている。1962年には、この舞台劇が、東方創立30周年記念作品として映画化、された。映画の詳細は、放浪記を参照。 1998年の芸術座公演は出演せず、AB1988 年の芸術座公演のみ出演、AB 外線公演のみの出演、小鹿厚氏から芸名を解明、外線公演には出演せず、西日本公演の直前に井上が急成したため、しかし、医師から森の体調を考慮し、公演を中止することが、 東方及び、所属事務所から発表された。仲間ゆきえ主演で、舞台、放浪記が、復活へ。シアターガイド。http://www.theaterguide.co.jp/. シアターニュース、2014-10-10-02-php-hat、仲間ゆきえ。 放浪記で演出かむちゃぶり、でんぐり返し4回転半。スポーツ放置。2015年8月17日閲覧。仲間幸恵版、放浪記開幕でんぐり返しは側転に、見事成功。スポ日。2015年10月14日閲覧。公演中止のお知らせと、お詫び東方公式サイト、森光子からのメッセージ東方公式サイト。ありがとうございます。